はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、選挙をですね、明日に迎え、今日はですね、選挙カーが活発な動きをしてるんですけども、皆さんですね、〇〇をよろしくお願いしますって言われるんですけど、その方たちが一体何をしたいのか全く伝わってこないので、誰に入れようかなってところで悩んでます。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日もですね、アンケートにお答えをさせていただきます。まあ、ここでざっと情報は書かせていただいてるんですけども、まあ、60代女性ですね。で、専業主婦の方で、腰椎すべり症というふうな診断を受けてるみたいです。で、この方はですね、デスクワークっていうのをもともとずっとやってて、腰痛歴が25年ですね。で、中腰の姿勢、草取りとかするような姿勢ですね、が、続いたりとかすると、腰のですね、4番、5番の骨のあたりがこう、だるくて痛くなるような感じ。で、立ち上がるときにそこがジーンと痛みますってことですね。で、一回ですね、間欠性跛行って言って、こう歩いてる時とかに、お尻から足にかけて痺れとか、痛みとかがですね、あったらみたいなんですけども、病院に行ってみた結果、まあ、MRI でですね、こう、ずれてるので、手術しかないですねってところで、ブロック注射ですね、ブロック注射をして一時しのぎをされたんですけども、頑張ってですね、ストレッチをこう、1ヶ月半ぐらいやってみたら、歩けるようになりましたってところですね。でもまだその中腰姿勢が痛いので、何かアドバイスをくださいってところでアンケートをお答えしていただきました。はい、ありがとうございます。まずはですね、1ヶ月半ですね、しっかりとご自身ね、頑張られたこと、本当僕すごいと思います。はい、よく頑張られたと思います。はい、やっぱなかなかね、ストレッチやってくださいって言っても続けれない方っていうのはたくさんいらっしゃる中で、そうやって自分を律して頑張れたのは本当すごいことだと思います。はい、で、今回ですね、そのお悩みについて、お話をしていければと思うんですけども、まあ中腰が辛いってことですよね。中腰が辛いで、草取りをしてる状態ですね、だったり、ごめんなさい、草取りをしてる状態だったりとか、そこから立つときに、まあ、痛みがあられるってことだと思うんですけども、まず皆さんにですね、そもそも考えてほしいことっていうのがあって、まあ、病院で手術だったりとか、ブロック注射ですね、っていうのをやっても意味がないです。意味がないです。なんでかっていうと、じゃあなんでその人は滑り症になっちゃったんでしょうか。なんで間欠性跛行が出てくるようになってしまったんでしょうか。はい、そこを考えないと、手術をしてもですね、痛みが出ちゃう姿勢っていうのは変わってないわけなので、また再発する、あるいは本当にその、滑り症が原因でですね、症状が出てるわけではない方っていうのが非常にたくさんいらっしゃいます。で、じゃあこういった症状がどこが原因なのかっていうと、はい、筋肉のことがものすごく確率として多いです。で、なんでかっていうと、やっぱデスクワークをですね、されてるわけなんですよ、デスクワーク。ってことは、何かしらですね、こうやってる時に筋トレやってる人っていないんですよね。ちょっとこう、ひねってやりながらやってたりとか、猫背になってやりながら絶対やってると思います。なので、それが積もりに積もった結果、滑ってしまって症状が出てるっていうわけなので。で、なおかつストレッチをして歩けるようになったのであれば、これはですね、筋肉による症状の可能性っていうのは非常に高くなってきます。はい、なので、しっかりとですね、あなたも、筋肉をですね、自分でストレッチしていくことがものすごく大事になってくるんですよね。で、今回この症状に対してちょっと解説をしていければと思いますので、場所を移動していきます。はい、まあ、中腰姿勢ですね、草取りのような状態、まあ、こういう状態でこうずっとやってると、腰がだん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 重たくなってくるっていう症状だと思うんですけど、この症状のまず原因はどこなのかっていうと、お尻ですね。今回に関してはお尻です。はい、でなぜなのかっていうと、お尻の筋肉がですね、硬くなってくると、骨盤をですね、後傾といって、後傾ですね、こっちにこういう風、まあ要はこっちに体重がこうやってかかっちゃうんですよ、こっちにこうやって。はい、なんですけども、草取りをしているので、そういうわけにはいかないってなってくると、骨盤はですね、こうやって後ろにこういう風に持っていかれながら、体はですね、前に行ってるわけなんですね。つまりここが伸ばされたような状態になってます。伸ばされたような状態になってます。なので、お尻が硬いとこっちに持っていかれて、なおかつこっちに伸ばされてしまうので、余計ですね、ここがきつくなってくるんですよね。なので、骨盤がこういうふうに持っていかれても、お尻自体が柔らかければ、そこまでここにかかってくるストレスっていうのは少ないんですよ。はい、
じゃあなんでお尻が硬くなったのかっていうと、おそらくデスクワークですね。ずっとこうやって座りっぱなしで作業してた結果がこの腰痛になってしまっているのかなというふうに思うので、まず一つっていうのはお尻を柔らかくしていくことが大事になってきます。で、二つ目ですね。ここからずっと作業してて、ここから立つ時にですね、あたたたたたたってなってると思うんですけど、この原因っていうのは骨盤の横のですね、ここですね、大腿筋膜張筋っていうのがあるんですけども、これは骨盤をですね、前傾ですね、前傾見えるかな、よいしょ、骨盤を前傾といって、まあこういう感じ、こんな感じでプリッとお尻をしてくれる筋肉なんですけど、こういう風に作業ですね、しゃがんだ状態で作業してると、この大腿筋膜張筋というのは縮こまってるわけなんですよ。で、ここは硬くなってき、ずっと作業してると硬くなってきて、そこから立とうとするとですね、ここが伸びないんですね、股関節が伸びない。でも立たないといけないってなってくるとどうなるかというと、腰をですね、こう無理やり反りながら立ち上がろうとします。なので、この腰に負担がかかりすぎて痛みが出てきてしまっているので、こういった場合はこの骨盤の横のこの筋肉ですね、ここをしっかりこうやって伸ばしてあげれるようにすれば、腰がですね、わざわざこうたくさん反る必要っていうのはなくなるわけなんですよね。なので、あなたの症状に大事なのは2つ。まず1つ目がお尻の筋肉を柔らかくしてあげること、で、2つ目が横の骨盤の横ですね、大腿筋膜張筋っていうのを柔らかくしていくことが大事になってきます。なので、その方法をですね、今から一緒にやっていきますので、一緒にやっていただければと思います。はい、そしたらやり方なんですけど、まず大腿筋膜張筋っていうのを一緒にですね、緩めていこうかなというふうに思います。はい、ですね、まずやりたい方ですね、あなたの腰が右が痛いのであれば右、左が痛いのであれば左足っていうのをこういう風に乗せてあげてください。こういう風に乗せます。で、できればね、なんか台があるところがいいです。台があるところがいいですね。はい、ベッドがある方はベッドにこういう風に置いていただいて、で、こっち側、バランスが不安定な方はこっち側に何かしら椅子だったりとか置いてもらって、こういう風に体を支えてあげてください。はい、バランスがある方は大丈夫です。このままでいいです。で、この後にですね、こっちの手ですね、こっちの手。こういうふうに曲げてる側の手っていうのを、ちょっとこの辺、腰骨があったら、そこからですね、指4本後ろ。なおかつ、ちょっと2本ぐらい下かな。腰骨から4本後ろ。で、なおかつ2本ぐらい指下。ここにですね、大腿筋膜張筋っていうのがありますので、膝をこういうふうに曲げて、こういう感じですね、曲げた状態で、股関節も曲げた状態で、ここをですね、ぐーっと圧迫を加えてください。ぐーっと真下にですね、で、真下に加えてもらったら、この状態で30秒ですね、30秒、円を描くようにマッサージをします。円を描くようにですね、こういう風な感じ、はい、円を描くように30秒マッサージをしてあげます。はい、この時にですね、気をつけてほしいことが2つあって、1つ目は息を止めないようにすることですね。息を止めないようにすること。で、もう1個は、この力が強すぎないようにすることですね。イタタタタタってしながらしちゃうと、逆に筋肉っていうのは硬くなってしまうので、まあ、痛気持ちいいな、心地いいなぐらいの強さでマッサージを30秒続けます。はい。これで30秒ですね。で、終わった後にですね、こう歩いたりとかすると、明らかにこっち側のですね、軽さが出てると思います。で、これなんでなのかっていうと、まあ、こういう風にですね、持ってきてしまう筋肉なんですけど、これがここを柔らかくしてあげたことによって、こっちに戻ってきてくれるから、腰が反らなくて済むんですよね。それによって楽になってると思いますので、まずこれをやってあげてください。で、2つ目が最初に言ったように、お尻の筋肉が硬くなってしまっているせいで、中腰姿勢が辛い可能性が非常に高いですので、今からですね、もう1個ストレッチをお伝えしていきますね。はい。これはもうね、いつも教えてると思うんで、皆さんわかると思うんですけど、はい、まあ、右が症状出てる、左が症状出てる、それぞれあると思うので、症状出てる側の足をですね、反対側の膝の上にこういう風に、まあ、4の字ですね、4の字をかけます。で、この状態でこちら側の足をですね、こういう風に曲げてもらいます。で、曲げた方の太もも裏ですね、太もも裏をこういう風に持っていただいて、自分の胸の方にですね、ぐーっと引き寄せてあげてください。引き寄せます。
で、この時にですね、右側であれば、この足自体をですね、右に、こっち方向ですね。こっち方向に少しねじります。はい。で、ねじりながら、なおかつ顔ですね。顔は反対。なので、右をやってる場合は、顔を左側に、こういうふうに倒していきます。この状態で30秒、深呼吸をしながらですね。これも同じように息を止めないようにしながら、でなおかつ痛気持ちいいなぐらいの強さで、ストレッチをかけていきます。1、2、3、4、5、6っていう感じですね。で、終わった後に、またあなたがですね、いつも痛い動作っていうのをしていただくと、おそらく楽になってるんじゃないかなと思いますので、ぜひやっていただければと思います。はい。まあ、今日の話をまとめていくと、まあ、中腰の姿勢ですね、が痛いっていうのは、お尻の筋肉が硬くなってるせいで、腰に負担がかかってきてるというところ。で、立ち上がる時の、痛みっていうのは、骨盤の横の筋肉ですね。だいたい筋膜張筋が硬くなって、骨盤をですね、こう起こせないから反り腰になってきてしまって、腰が痛いという現象が起きてますので、ぜひですね、該当する方は、今のストレッチっていうのをやっていただければと思います。はい。そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対する品体でお届けしてますので、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。